ズネモフィラ、メンバーのことを分かっているのは私だ選手権。自分に関するクイズを出題し、それを他のメンバー4人が回答。メンバー同士がどれだけ分かり合っているかをチェックします。まずはボーカル、まゆさんから。それではまゆからのメンバーへの質問、問題です。問題です。昨年12月22日に私がつぶやいたツイートで、こちらの四角のですね、キーワードに入る、ワードは何でしょうというところでいきます。この間〇〇さんを食べました。本当に本当に君は美味しいね。あとフグの唐揚げとクリームチーズの最強焼き、美味しいは正義。さあ何々さんを食べたでしょうか。人物え、何だろう。何だ、最強焼き。はい、最強焼きと一緒に食べた。そうですね。じゃあ、ヒント。高級なお魚です。フグじゃない。フグさんの時はサブなんですよ。フグがサブ。フグサブなんです。うなぎ。ピンポピンポピンポ。答えはうなぎです。はい、では続いて私さきからの出題です。私のあだ名はチャッキーですが、チャッキーの由来は何でしょうか。え、これ知った。あれ、みんなで話したような。う知って知っている。知はいはい。もうワッとしてます。ぬるっと。チャイルドプレイのホラー映画、チャイルドプレイのお人形チャッキーからチャッキーになったと聞いておりますが、ちなみになんでそれになったと思います。はい、あの横取りされた。はい。あのホラー映画好きで、友達がなんでそんなチャッキー詳しいの、チャッキーじゃんだったんじゃなかったでしたっけ。そうです。 ありがとうございます。取られた。横取りされた。回答権を横取りボーカルの特権です。これめちゃくちゃ私覚えてたんで。そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続いては私タムからの出題です。私がネモフィラの公式ホームページに趣味として書いていることは何でしょうか。はい、チャッキー。想像すること。早っ。秒じゃん。食い気味に。覚えてました。覚えてた。みんな覚えてました。覚えてました。ものづくりみたいだったの覚えてる。でもものづくりよりかっこいい感じだったんだよ。言葉がね、上を言ってたんで。ものづくり。はい、私からのメンバーへ質問です。質問一緒だ。私は、SNS をやってるんですけども、インスタグラムの方で私がアカウント名にしているのはカズキホニャララギターなんですけど、そのホニャララ部分は何でしょう。何、はい、チャッキーさん。餅。あ、正解です。昨日たまたま葉月ちゃんのインスタをあれなんて名前でやってたっけって検索したからです。すごい。なんで餅、なんでなんですかね。PUBG とかアカウント作った時もなぜか自分で餅ってつけて、なんで餅にしてこれ。これで今見た人が葉月ちゃんと PUBG できるよね。餅じゃない。こっちほにゃら。ヒント与えられちゃった。
はい、それでは、私原口さんから、メンバーへの問題です。昨年5月13日に行ったさき、さんとのツイキャス内で最後にリスナーさんへのメッセージを振られた私は、食事、手洗い、うがい、睡眠の他に言ったもう一つのワードは何でしょう。超難しい。難しい。それ多分難しいです。去年の5月去年の5月のツイキャスのはいはい、タムさん、ネモフィラを聞く。あー、違います。それはそれでちょっとちょっとそれは違います。何、ヒントに行きます。はい、はい、ヒントは肘でやる〇〇のエチケット。あー、わかった。はい、タキさん、くしゃみの何エチケット、咳エチケット。あ、正解です。わー、やったー。肘でやる咳のエチケット。咳をするときはここで肘でやろうね。なるほどなるほど。話をチャッキーさんとした記憶。ということで、クイズネモフィラ、メンバーのことを分かっているのは私だ選手権の優勝はギターさきさんでした。やったー、優勝した。さすが社長。